えー、西田昌司がズバッと答える一問一答の今週はですね、チーム西田さんから、えー、円安水準も140年になりました、20数年ぶりだということですけれども、このまま放っておくと、日本はとんでもないことになるんじゃないでしょうか。 という質問であります、えー、あのその通りなんですけれどもね、えー、しかし、この為替というのはね、えー、要するにそれ,それ,それぞれの、えー、金利差でなってるわけじゃなくて、それも一つの要因ですけれども、要は経済全体の流れの中でですね、えー、決まってくるわけで、えー、アメリカの経済、えー、あの非常にデフレが、インフレがひどくて、金利を上げないと。 いいけないとつまりお金がジャブ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 使われてで結局そのことにだけじゃなくてですね、えーまあえー、コストプッシュもありますよね。ですから えこのコストプッシュ型のインフレということも含め、ですね、えー、経済が、えー、物価が上がっている場合には、本当はですねデマンドプルでどんどん経済が大きくなって、であの物価も上がるけれども、えー、このいわゆる賃金も上がってくると,という場合には、経済成長をどんどんしてますからね、これはいいんですけれども、それがそうじゃないと、えー、コストが上がっているだけで上がっているということになると、これを引き締めなければならないと。 いうことですよねですから、えー、過剰な、えー、供給力を、えー、上回りすぎている過剰な供給を抑えるということも含めて、えー、金利で調整して加熱を止めていこうと,というのがまあアメリカ などがやっている政のでそうすると日本の場合には金利が低いままですからね日米の金利差が拡大してしまうとどん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 ですね円を売ってドルを買うという話になって円安がますますひどくなるでそうすると日本の原材料とかねそういうものが海外に依存してますから。 そのもがが上っってきててき日本もコストプッシュになってくるわけですよねですから、実際問題、まあ、いわゆる、えー、インフレも起きてきているわけですよね、でそれが2%を超えてる、だからそれはもう日本の、えー、アベノミクスの目標2%だったんだからいいじゃないかと、だからその金利を上げるべきじゃないかと。 という話にもなってきてきるわけですよねで皆さん方もそこを心配されているんでしょうけれどもしかし日本の場合にはですね、えー、ここで、えー、金利を上げたからといってですね、えー、じゃあ、えー、経済がですね、えー、アメリカのように経済が過熱しているという状況経済が過熱しているという状況じゃなくてまさに コストプッシュ型でですね、えー、上がってきてるわけですよねでこの状態の時に金利を上げちゃうとですね、えー、ただでさえ経済良くないところで本当に悪くなっちゃいますよねこれはだからここはそうじゃなくて 逆に円安であるからこそですね実際にこのそれぞれ輸出をたくさんしている企業でここはですね円安のおかげで実際に入ってくるのが今まで1ドル100円例えばもらっていたのが140円もらうようになるわけですからね同じドルの値段で売っていたら日本に入ってくるお金はものすごく円では増えるわけですよねそのために市場最高益だとというこころもこれ結構あるわけですよね。 だから、そういう形で円,高円安が進んでくるとです、ね、今まで円高状態がどんどん進んできたから日本の生産拠点を海外に持っていってです、ね、で海外で作って売っていくというのが主流になってきたで結果的にそれがです、ね、このサプライチェーン中国なんかにどんどん持っていっちゃってです、ね、中国がコロナで物を作れないそのために部品が入ってこない。 だから、えー、せっかく、えー、この需要があっても日本企業は作れないんだということが言われてますけれどもこの際、円安状況はです、ねえー、しばらく続くんだったら生産拠点とかにサプライチェーンも含めて円安ということがやっぱり上がったり下がったりというのは常にあるわけですね、これは。 だからそういうことを見越して、もう少し生産の拠点を日本に置いて、日本で投資をしていこうということに当然なるはずなんですよね、またしなければなりません、でそうしたときにどうなるかとで、円安で大変だ大変だと、ね、金利を上げるという人がいますけれども、片っぽそれを利用して、だからこそ国内で投資をしてもらうと。 ででそして、えー、投資をしやすいんですよね、金利が低いんですから、えー、そういう環境を維持しておいて、日本の経済が、えー、そのことによって、ですね、えー、実際に良くなってくるとどうなるかと、一方的な円安にはならずに、むしろ円高に戻ってくるわけですね、で,ですからまたで、アメリカの方も、実際にこのまま、えー、ドル高が続いてくるとですね、で金利を上げていくと、ですねアメリカの経済自体が悪くなってきますね。 丸くなってくるとそうすると日本とアメリカの金利差だけ,だけじゃなくて経済の実質的な動きを見てです、ね、一方的なドル高というのもやっぱりなくなる一方的な円安もなくなる、まあ、この辺が将来的にどういう形になってくるかということですが大事なのはつまりそういう複合的な要素でこの為替相場というのは決まってきますだから今の目先の金利差で大変なんだと。 というような話はです、ね、これはちょっと、えー、物事の一変しか見てないわけで、全体を見なければならないしかつ、私が言いたいのは、この間です、ね、日本国内から製造拠点を海外に持っていった、えー、そしてそのためにです、ね、日本の中の投資が少なくなった、日本の空洞化、でこれがです、ねえー、日本の経済をデフレがさしているもとでなっているわけですよ。ですから デフレからインフレ成,あの成長局面に持っていくためにも今のこの降ってはいた円安というのは実は悪い面だけじゃなくてすごい良い面があるわけですからそこを利用して政策を変更していくと民間企業にもそういう方向に物を振っていくということを判断してもらわなきゃならないんですが今言われているですね 世間で言われている要するにインフレを金利差を止めるために上げなきゃならないんだというのはこれ基本的にあるのは要するにアベノミクス批判なんですよ。 でこれは安倍総理が、えー、暗殺されてからもそうですけれども、ね、今の国葬反対とか、ね、統一教会問題も、えー、この解説は私の西田昌二チャンネルで述べていますけれども要するに根底にあるのは安倍総理がやってきたそういう政策安倍批判なんですよ。 でなんで安倍批判なのかというと、マスコミの立場というのは基本的に、ね、安倍さんが言っている戦後レジームからの脱却、もっとのほかなんですよ、戦後レジームそのものがマスコミが、えー、ずっと守ってきた、えー、金閣玉城のごとくしている考え方ですからね、つまり何かというと、日本は戦争に負けて、えー、占領されて生まれ変わったと、平和国家になったんだと、まあ、こういう話ですよ、そして、えー、日本の伝統や文化だけじゃなくて、グローバルな、 国連中心主義なんだというような考え方で、えー、この日本の国の伝統や文化やですね、そういうものを守るんじゃなくて、世界に合わせていくのがいいと,という考え方です、そして占領された後の占領体制が民主主義国家の日本としての一番大事なポイントなんだという立場です、ところがこれは何度も言ってますけれども、占領期に、ね、アメリカの占領目標を達成するために作られた仕組みですよ。 東京裁判から財政法から憲法からね、でそこに正面から異論を、えー、言うようになった初めての政治家が安倍晋三さんですよね。だから安倍晋三さんが言ってきて、しかも安倍さんは選挙やって全部選挙勝ってきたわけですよ。あ一時内閣以外はね、一時内閣の、えー、平成19年の参議院選挙、これは負けました。これは私が初当選した時の選挙ですけど、それ以外は全部勝ってきてるでしょ。つまり、あ、国民に。 支持を得てきたわけですよでそれでこれから先憲法改正も視野に入ってきたでそのことが視野に入れば入るほど安倍さんのやってきたことはマスコミが今まで守ってきたことと逆さまのことを言ってるわけですからね絶対に許してはならないだから今安倍さんがやってきたことをことごとく否定するような話になっているでこの山上問題統一教会問題さらには今の円安で 金利を上げなきゃならないという問題もねまさにそことも表裏一体の関係なんですよねそのことを皆さん方にぜひ分かっていただきたいと思いますねでそういう背景があるということを分かった上でかつ総合的に経済を見ていくとですね目先の金利差ではなくて経済の実態 なぜ日本がデフレ化になってきてしまった、投資が少なくなってしまったかということも含めて、今の円安だからこそ、ですねもう少しそこに対する、えー、この修正をすることができる局面になってきているということで、議論すべきだと私は思っています。ということで、えー、今日はですね、2022年の9月6日なんですけれどもね、えー、今、ちょうど10年前に、えー、この週刊日誌だ。 といううのを始めて10年目になるようですでこの10年前に作ったのはです、ね、まだ我々野党時代でしたけれども、ね、要するに今も昔もそうですけれども、マスコミは正しいことをちゃんと報道しないと、ね、自民党が議員したのも、もとにかくいっぺん民主党に政権取らせてやろうと,というマスコミ報道からですよ、ね、でそして取らせたらとんでもないことになった。 でそして民主党がやってることはデタラメも多かったけれどもそれも大して報道しないんですよねだから私は自分で報道機関を持つべきだという思いから「週刊西田を作らせていただいたわけですが、えー、その思いは今も同じでまたマスコミがやっている報道してもそれと変わりません変わってきたのは私の再生登録回数はですね10年前に比べると格段に増えたということですねししかままだまだ えー、10万人には登録いってません。7万5千人ですかね。えー、一度私もあの YouTuber の証ともいえる銀の盾があるそうなんですけど、見てみたいんで、ぜひチャンネル登録のほどお願いします。ありがとうございました。